皆さんこんにちは、マックスプラです。こんにちは、リオナリです。今回なんですけど、はい、大人気企画踊ってみた第5弾頑張るぞ。きた。今回踊る曲は、はい、ハッピーシンセサイザー。おー、超有名曲。超有名曲。今回は、うん、ゲストがいらっしゃいます。まさか。なんと、なんそのハッピーシンセサイザーの振り付けを考えた方。すげえ、生みの親、はい、踊り手のメロチンさんです。お疲れ様です。こんにちは、メロチンです。よろしくお願いします。メロチンさんでーす。あー、ついに振り付けを考えた人の前で踊るっていう。プレッシャー半端ないだろ。プレッシャー半端ないだろ。楽しみに来てました、今日。めっちゃ楽しみでした、今日が。この度はメロチンさんのファンの皆様に大変不快な思いをさせるような気がします。先に謝ってください。申し訳ございません。本人の前で謝罪をする日が来るとは。まだ早い、まだ早いですよ。ハッピーシンセサイザーの振り付けは、うん、メロチンさんが一番最初に上げた動画ですか？そうですね、もうこの活動を始めてメロチンとして最初の動画です。じゃあもう記念すべき少女作。そうです。すげー。8年前。8年前。ちなみに難易度はメロチンさんから見てどれくらいですか？まあ僕の振り付けの中だったら5段階中 2.5 ぐらい。ちょうど真ん中ぐらい。真ん中ちょい下かなぐらい。じゃあもう今日私勝ったんじゃないですか？勝った。ハードさはないんじゃないかなって。ハッピーな感じですか？もうタイトルの通り。はい。なんで楽しくね、踊っていただけたらな。あら、笑顔で。笑顔で。笑顔を絶やさず、なんなら笑顔の方が大事まである。笑顔の方が大事まである。振り付けを忘れても、途中で間違えても、踊れなくても、笑顔の方が大事まである。あまり、あちゃーとかって顔はしない。いや、そんなんやったら何もハッピーじゃないです。今回も踊ってみたの動画を5分見る。で、踊ってみる。で、踊れなかったら10分間見る。で、それでも踊れなかったら30分見てやる。うん。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、頑張ります。頑張ってください。参ります。さあ、行くぞ。では、ハッピーシンセサイザー、5分間練習、よーい、スタート。パターン多すぎて覚えられないっすか？もう1分30秒経過しましたよ。やばい。残り1分。3、2、1、終了。さあ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 、どうすか？体感何割ぐらいいけます？3パー。皆さんどうですか、自信のほどは？これまでいろいろ踊ってきたんですけど、はい、この曲はごまかしが効かない曲だと思った。お、逆に言えば今までごまかしが通用する曲だと思ってた。そうね、ってことありますね。まあ今まで勢いでいけた部分はあったと思うんですね。そう、ダイナミックに動くことで、ああ下半身が何もできてなくてもとりあえず上半身だけでとか言ってあったんですよ。ああ、ただすごい精密で追い詰められている。ただ急に審査員モードに。メロチンさんのファンの皆様、大変申し訳ございません。よし、いける。マックスフライ、もちろん。いきますよ。5分、ハッピーシンセサイザーミュージックスタート。
終了。終了。終わってしまったか。いやこれ確かに3パーでしたね。思うでしょこれ。あでもただお頭には多分割と入ってるんじゃないかな。体がまだついてきてないだけで流れはもう入ってると思う。いや、入ってます。いや、パパ入ってるって言ってきなさいよ。いや、でもね、これだから時間かけたらいけると思います。おーで、何より笑顔よ。あー、素敵な笑顔ですね。素敵な笑顔ね。ありますよ、ワンちゃん、これ。お全然あります。いける、いける。きたあるぞ。頑張る、頑張ります。本人が言ってるんだから。よし。お、もうすでに、あ、練習してる。あ、いけないんだ。2メートル、2メートル、2メートル、2メートル。曲聞いてない。いや、これ曲聞いてない、曲聞いてない。2メートル、2メートル、2メートル、2メートル。では、来い。10分練習、よーい、スタート。
楽しんでいきましょう。一番大事なのはスマイル。いきますよ。では30分ハッピーシンセサイザーミュージックスタート。すごい
ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱすげえわ、ロケンさん。明らかにあの右左で重力が違ったもん。いやでも楽しかったです。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。この度は初シンセサイザーを踊らせていただきました。本当に皆さん最後までご視聴ありがとうございました。そしてメロチーさんのもう本家踊ってみたの、まあ本物の動画、他にもたくさんの曲踊られていて、それではあの概要欄にリンク入れておきます。皆さんぜひともご覧くださいませ。では、はい、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、いやーお疲れ様でした。ありがとうございました。いやーでもすごい本当に。